んにちは、S&D です。今日はレシーブで弾かないようにするためのコツと練習方法を紹介していきます。レシーブの時に弾いてしまうというコメントや質問が多いので、ぜひ参考にして練習をしてみてください。レシーブの基本の動画は概要欄からご覧ください。レシーブを弾かないコツの下半身のポイントの一つ目は、膝が曲がっていないと弾く可能性が高いです。レシーブをするときに腰を低くとか目線を低くって言われることが多いと思うんですが、あまりに低すぎると動けないので、動きやすい低さでレシーブをすることを私たちは推奨しています。ただ膝を曲げずに腰だけ曲げても、自分の体感としては目線が下がっているので低い姿勢で構えていると思ってしまうんですけれども、実際は膝が曲がっていないことによって腕が動かしづらいので、このまま弾いてしまうことがよくあります。なのでレシーブの基本姿勢である膝を軽く曲げて、股関節も少し折りたたんで構えるということを意識していきましょう。ポイントの2つ目は、重心が後ろにあるということです。後ろ重心になると前で捉えるのが難しくなるので、体のこの横のラインで捉えてしまうことが増えると思います。なので前でボールを捉えるためには重心を前に置く必要があります。なので母子球に重心を置いて、かかとが浮くか浮かないかぐらいの重心のかけ具合で前重心で構えていきましょう。おすすめ動画はこちらから。チャンネル登録はこちらから。また次回の動画でお会いしましょう。